はい、じゃあちょっとこの辺のお手軽に壊しましょう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。何？さっきから何か言いたげな。あの鐘の音を聞いて確信した。君こそムーンブルクを救うビルダーだ。何？みんななんか配置についたみたいな感じになったけど、何？敵が来るの？僕は自分の道を決めたよ。今日で正式に教団を抜けることにする。君のようなビルダーを目指すよ。おお。本気なのか、リック。そんな王様に向かって驚いてもね。あのお前が。か、わしはまだ転ばるぞ。あんな鐘の音がなんじゃ。それに、あんなものども後ろに入れるとは。敵のスパイが紛れておったらどうする。スパイ？なんだそれ。食べると舌が痺れるやつか。スパイスは知ってんやね、シド。わしはあの鐘の音で頭のもやが晴れた。コロッとあっさり教団を抜けるぞ。おお、もうトップの王様が抜けたよ。おーおおよ、抜けてしまうとは情けない。いや、何それ。なんか教会で復活した時みたいや。ただわしはまだハーゴン軍に勝てるとまでは思っておらぬ。それだけ敵の軍勢は強大なのだ。しかし今や勝てる希望がないわけでもないような気がしないでもない。言いづらいぞ。でもちゃんと言えた。そこでだいな、わしからビルダーであるそなたに折り入って頼みがある。ふんふん、何でしょうか。違う、君じゃないんだよ、話しかけたのは。王様なの。何、どこ行く。アイナ、そして皆の者、よくよく聞いてくれ。ふんふんふん。大集合。我々はもう、何十年、何百年もこのムーンブルクの地で、ハーゴン教団と戦い続けておる。ふんふん。それこそが、皆信じる教団の教えであり、我らムーンブルクの民の宿命だったからだ。しかし、このまま陣地が広がり、教団と戦う力を得られれば、戦いを終わらせることができるかもしれん。そのためにビルダーのそなたにやってほしいことがある。わしからの頼みはこれだ。お、ミッション、王様の命令。ムーンブルク城を再建しよう。間近来た。陣地を広げ、ムーンブルクの城を再建せよ。城の壁で部屋を作り、陣地を広げていければやがてかつて城があった場所を全て陣地にできる。そしていつの日か城門が完成すればムーンブルク城は再建されたと言える。そうすれば教団とも戦っていけよう。てかさ、思ったんやけどね、もともとこの城の壁で、この城は覆われとったわけやん。でも壊されとるやん。ってことは壊せるんじゃない？違うの？なんで新しく積み上げたやつは壊せないの？ちょっと意味がわからないわ。圧倒的な兵力を誇るハーゴン軍に対抗していくためにも、陣地を広げ、ムーンブルク城を再建してくれ。陣地を広げるだけじゃなく、ここを包囲してる敵も倒すんだろ？面白そうじゃないか、アイナ。今までは物作りばかりだったが、ここでなら思いっきり暴れられる。俺にぴったりの場所だぜ。よかったよかった、それは。リックよ、そなたはムーンブルク1の剣の使い手。引き続き、アイナと行動を共にするのだ。心強い。アネッサ、そなたは戦いの知識を生かし、アイナと共に陣地の拡大に当たってくれ。ここは別に教団を抜けたわけではないよね。ご命令とあれば、ね、やむを得ません。しかし、今一度断っておきます。私はビルダーになる気も、教団の教えを捨てるつもりもありません。これだけはどうかお許し願いたい。よかろう。そなたも一人の武人として、己の信念を簡単には曲げられまい。皆の者、そしてビルダーよ。戦いを続けるにも、教団に勝利するにも、陣地の拡大が鍵を握るであろう。皆で力を合わせて陣地を広げ、ムーンブルク城を再建するのだ。よーし、やりましょう。えい、えい。おー、でもみんな乗り気ではあるよね。ミッションスタート。なんかすごい大まかな。あ、はい。アイナ、王の言葉の通り、私は無人の端くれ。自分の信念を簡単には曲げられない。命尽きるまで戦い続けることこそ、この地の民の宿命。教団で勝ち、戦いを終えることには反対だ。うん、なんだよ、信念とか宿命とかうるさいな。そんなめんどくさそうなもの、まとめてぶっ壊せよ。シド、簡単に言ってくれるな。人はすぐには変われないものだ。私は信念に基づいてハーゴン教団を抜けはしない。だが戦い続けるための陣地拡大には協力する。とはいえ、陣地を広げるにも湧いてくるハーゴン軍が厄介だ。まずは奴らをどうにかしたい。戦いたいんなら別にいいんじゃない、湧いてきて。そこでダイナ、やってきた敵に自動で攻撃を加えられるトゲ罠を作ってみてはくれないか。お、何、罠。いいやんいいやん。敵はいつも東側からやってくる。
目印の場所の周りにトゲ罠を30個びっしりと置いてくれ。ふんふんふん。これでトゲ罠が作れるようになるんですか。鋭いトゲが生えた床、上を通るとダメージを与える。トゲ罠ね。じゃ作りますか。てか、ベッド全然足りんくなったけど。30個ね。トゲ罠30個。はい、30個。オッケー。いやー、めっちゃ狙われよりよ。やばいよ。30個も敷き詰めれる。敷き詰めれるは敷き詰めれるか、別に。扉を開けずに上から行こうとするやつ。よいしょ。とりあえずこの辺に敷き詰めろということよね。拠点を狙うモンスターは去っていった。とりあえずこの辺の雪を、ま、取り去りまして、拠点を狙うモンスター来すぎ。よいしょ。え、待って、置けない。こういう感じなの？痛い。痛いわ、バカ。ほい。ほい。こんな感じで敷き詰めていけばいいかな。よいしょー。てか、これ下向いて置けんの？全然置けん、つらい。お。今何個？まだ19。トゲ罠まだ、トゲ罠まで一緒に破壊してしまう。ほっ。こんな感じで。え、ちょっと君邪魔よ。ほっ。こんな感じで置いていけばいいってこと？ほっ。どうすか？いい感じ？これで近寄れんのかな、敵。どうよ、どうよ。え、扉の前に2個置いとけばいいかな。こんな感じで、どうすか？とりあえず置いたよ、トゲ罠。何してんの君。ん？トゲ罠を置いてくれたのだな。なかなかいい出来だぞ。敵にトゲ罠を踏ませれば戦わずに体力を減らすことができる。たくさん設置すれば戦いが有利になるだろう。正面からぶつかるだけではない。敵をやり過ごしたり罠にはめたりするのも立派な戦い方だ。トゲ罠は頼んだ部分以外にも好きなだけ作ってくれていい。敵を撃退するためにたくさん置いてみてくれ。ふんふんふん。この地は戦いの激しい地。今後はビルダーの君らしい戦い方も見つけていくといいだろう。あ、てか新しくの作れるようになった武器あったよね。あれまだ作れんのかな。あいな、何度も言うが、我らのしばらくの間の目標は、部屋を作り、陣地を拡大していくことだ。陣地をさらに広げるべく、城の壁を使った部屋作りを頼みたい。ここから南にあるジャガイモが育つ畑を陣地にできれば、食料確保できるだろう。まずは以前と同じく、ジャガイモ畑があるあたりに、陣地となる部屋の設計図を書いてくれ。ふんふん。あの、取ってきたとこ？地下みたいな。そことは関係ないんかな。あ、そこ？あ、なるほど。なんかちょっとずつ隣に移動していくんやね。まあ、そっか。じゃないと離れた場所やったら陣地広がってないか。畑区画の設計図を描いた。ふん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 。まあ、ちょっとだけ。むむ。ジャガイモ畑の周りに設計図を書いてくれたのだな。これでまた陣地を広げられるぞ。素材となる城の壁は、彼の周りの陣地を作った時と同じく、城の北に積まれたものを使ってくれ。護衛には先ほどと同じく、僕とジローム様もついていく。君は素材集めに集中してくれ。今回は多くの建材が必要だ。あの硬い城の壁を、もう少し簡単に壊せるようになるといいのだが。ん、てか作れるんじゃないの？まだ、え、作れないの？材料がないんかな？ウォーハンマー。え、ハンマー。鋼鉄で作られたとても重たいハンマー。ブロック攻撃力12。ものすごく硬いものを壊せる。鋼のインゴット。鉄のインゴットを再度加工して強化したもの。ん？随分楽しそうに何か書いていたな。どうかしたのか？ほう。ウォーハンマーを作れるようになったのか。今までより硬いものを壊せるんだな。では、ウォーハンマーを作り、城の壁を集めて新しい陣地の設計図を完成させてくれ。オッケー。そのウォーハンマーとやらこっちで作れるの？それとも向こうですか？向こうかな。花床の方かな。びっくりした。使えんのかと思った。え、ウォーハンマーってどれ？
え、なくね？ないやん。どれ、あ、これか。棒ハンマー、鋼のインゴットを作らねばならぬらしい。鋼のインゴット。あ、全然、鉄のインゴットがいる。く、2個までしか作れない。で、城の壁はどれぐらい作れるの？違う。起きて。城の壁、全然作れんやん。怖っ。大理石？そんなものがいるの？ないよ、大理石とか。大理石とか全くないよ。つら。で、今回はここを仕上げていくわけやろ？それで、城の北側にある積み上げたブロックを使っていくと。てか全然こっち。こっちか。こっちじゃないよ、こっちか。積み上げられ、てかどれが積み上げられとんか本当に全くわからんねえけど。とりあえずこの辺の内側の、間違えました。この辺の内側のやつを、よいしょ。壊して使っていけばいいでしょう。何、お腹空いたの？私。ちょっと待ってね。あ、てかめっちゃなんか石材に変わっていく。そう。やめてくれ。あと何個いるんやろ。あとというか。キャー、助けてー。てか暗くなってきたね。よっかな、一回。上がれない。つらいよ。暗い。はい、出まーす。あ、寝てる場合だわ。え、全然寝てる場合だから。これで、誰ぞおらぬかいますよ、ここに。あ、なるほど。敵に攻め込まれとる時には、寝れんってことか。え、早く去って。マジ早く去って。はい、そして受け取る。これであとは、鋼のインゴット。これをちょっと5個ほど。まあ、5個というか、5セット作りまして、じゃ寝たいの。みんなが続々と寝に来る。でも床で寝る人たちがね、出てきてしまうんやけれども。はい、おはよう。え、もしかして、王様その雪の上で寝てた？かわいそう。かわいそう。さあ、これで、大ハンマーゲットー。おー、いい感じ。やったね。これでハンマーグレードアップ。カチコチ金属もお手軽に破壊。お？イエイ。すごいじゃないか。新しいハンマーを作ったんだな。それがあれば、前よりも硬いものを壊しそうだ。周りのものを手当たり次第にぶっ壊せよな。ぶっ壊しますとも。もちろん。てか、ちょっと待って。じゃがいもを、料理しまして。これでちょっとぶっ壊しに行きますかね。こっちじゃなかった。こっち側だった。いつもちょっと方角がよくわからんくなるんよね。あれ、こっちからやったら出れんのか、もしや。よっ。はい、じゃあちょっとこの辺のをお手軽に壊しましょう。さっきまでより楽になったんかな。多分楽になってるはず。わからんけど。よくわからんけど、多分きっと。よいしょ。いやー、なんかいっぱい来たよー。やめてー。じゃがいもできたかな。あ、できてる。よし、これでちょっと。あれ、どこ行った？ベイクドポテトが消えた。はい。食べまーす。これで、とりあえず今、15個。さ、ここに必要なの。え、でもいけるんじゃないもん。ね、こんだけやろ。こんだけ埋めればいいということでしょ？待って、どこの部分あれ？あ、ここか？この辺か？
いやでもこのね雪の部分もちょっとちゃんと城の壁に変えないといけないからもっと必要ということよね。はい、これ合ってる？ここで設置するの合ってるかな。多分大丈夫でしょう。あれでも今の、あーそっかそっかそっか、あれ、いやあ、入ってきた入ってきた。ちょっと待って、え、どこの部分これ。ちょっと待って、向かい合った扉、扉、え、扉、待って、どこどこなんだか全くわかんねえの私。あ、なんかレベル上がった。なんかレベル上がったっぽい。そこ扉つけるところなんかな。あ、なんか思いついた新たなレシピ。バトルアックス、持ち手も金属でできた指導用の重たい斧。お、いいやん。これで指導もまた強化されるわけだね。あれ、どここれ。え、どここれ、こんな場所。え、なんか違くない、この辺か、置く。あ、違う違う違う、雪置くな。なんかあれやね、中の構造が違くないね、だいぶ。あ、やめてよ、怖いな。ここじゃない、ちょっと手前すぎた。お、拠点を狙うモンスターやっつけた、やったやん。強いぞみんな、さすが。ここもかな。ああ、そういうことっぽいね。あ、でここもか。ちょっと待って、この間違えて置いたやつを、うー、来ないで。いやー、こ、怖いよ。ちょっと待って、これ壊れたから、いらん。あ、これで囲めたかな。あ、農場になった、農場に。イエーイ。そこの雪が取りたかったんだけど、まあいっか。ま、まあいっか。これでとりあえず囲めたでしょ。ってことは城の壁はこれでいいんか。じゃあ、あと木の扉が1個。はいはい。お、なんかさっきから追い返すばっかりじゃなく、もうどんどんやっつけれるようになっとるね。いいと思う。作ります。ふう、あ、これで扉そこにつけたら、もうあれやろ、敵またそこには入ってこれんくなるわけやろ。あ、ちょっと待って、はい、扉よし、これを、はい、畑区画の設計図が完成。やったね、イエーイ。なんか設計図と全然違うけど、とりあえず完成したけんいいやろ。よきよき。あ、どうも。大きい空き部屋になったね。お、ミッション、王様の命令達成度 15% までいったんか。陣地を広げ、ムーンブルクの城を再建せよ。今再建していってる途中よ。ちょっと待って、私アネサと話したいんだよね。あ、アネッサ、あ、アネッサ、ちょ、囲んでもさ、どん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 捨てて入れてきよったら意味ないんよね。おお、ジャガイモ畑の周りを部屋にできたのだな。これでまた陣地を広げられたぞ。この調子でいけば戦いを続けていくための兵力も蓄えていけるかもしれないな。アイナ、これからハーゴン軍と戦っていく君に話しておきたいことがある。ふんふん。実は以前からこの城で不審な空気を感じていてな。おそらく我々の中に、何、裏切り者ん、ひょっとすると前に言ってやがったスパイってやつか。いやや、スパイの話かい。僕もジローム様に言われて気になっていた。君に何か心当たりでも。いや、すまん、ようやく陣地が拡大してきたところだ。今すら話ではないかもしれない。ただアイナ、これだけは言っておく。戦場では簡単に人を信じるな。
言葉ではなく行動によってのみ人を信じろ。君は人が良さそうだ。この城では特に人は疑ってかかれ、私のことも時には友人のこともな。指導つら。お、おじいちゃん。うん。じゃがいも畑の部屋もでき、わしらの陣地も少しだけ広がった。ビルだよ。なかなかの働きじゃ。常に上からなんよね、なんか。しかし、それなのに、敵と戦うための作戦会議室がないとはいかなることか。まず、どこぞの部屋にロトの大テーブルを置く。そしてその上に地図を載せる。そこに人型のコマを2つ置けば、作戦会議室となろう。あ、そういう感じで使うんやね。なるほど。なんかシミュレーション的な。作る場所は、そうじゃの。ジャガン畑の近くはどうじゃ？あそこならぴったりの大きさじゃろ？さあさあ、アイナ。陣地の中に作戦会議室を作ってくれ。なんかめっちゃいろんな部屋作らされるね。楽しいけんやけど。え？設計図は設計図。ないの？あ、マジで内観、あ、もしここ？ここ作戦会議室ってことかな。あ、そういうこと。なるほどね。ここなら確かに。これで？あー、え？あれ？あれ？これ部屋完成してないの？あ、できたよね。ほら、ちっちゃい部屋。小さい空き部屋。オッケー。じゃ、ここに、ロトの大テーブルとやらを。と、あと人型のコマが2ついるんよね。ロトの大テーブル。はい、そして人型のコマを2つ。で、地図が1個。これでどうやって攻めていくかとか、そういうのをシミュレーションするってことやね。オッケー、オッケー。さあ、こんだけのものやったら、そこのスペースにきっと置けるでしょう。はい、ロトの大テーブル。これを、せっかくのけた雪が速攻で。この辺置けるの。はい。なんか狭いな。お、思ったより狭いけど、まあ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 。それぐらい。ん？これもしかして地図じゃない？毒消しそうやった。地図やと思って取り出したのに。はい、そして人型のコマ。これで、まず地図を。あ、でかっ。これも思ったよりも。小さい空き部屋の豪華さが上がった。へぇ。で、こんな感じで。なんとなく配置してみる。これで小さい作戦会議室。あ、なんかかわいい。できたよ。かわいいな。よくぞ作戦会議室を作ってくれた。さすがはビルダーじゃな。何？作戦会議室を作って何の意味があるのかじゃと？かあ、あれはただの雰囲気だしや。中でみんながふむふむうんうんできるのじゃ。何それ。ところでノアイナ、お主は戦争で一番怖いものは何じゃと思う？それは裏切りじゃ。仲間が仲間を疑い、誰も信じられなくなる。これが一番怖い。だからわしはスパイを心配しておるのよ。あのハーゴン軍ならやりかねん。あやつらは人に苦しみと絶望を与えて笑う。まさに悪魔の。何？もほん、口がそぼった。滑った。わしは敬虔なハーゴン集団、教団の信徒。ハーゴン様、今のは嘘ですぞ。何、どこから誰かが聞きよる？スパイ？お、次は君かい？アイナさん、私のことを覚えていますか？さっき来た人やろ？まあ、私のような冒険の中で仲間になったわけでもない、金の音で来ただけの地味な女のことを？いや、めっちゃ可愛いからな、君。私感動しました。これからは遠慮せずアイナさんに依頼を出していきますね。早速ですがアイナさん、鉄を素材に武器を作って兵士の皆さんに配ってもらえませんか？もし素材の鉄が足りなければ、陣地の中にある壊れた槍をさらに壊すと手に入りますよ。あ、そういうこと。なるほどね。さあアイナさん、目印のついた3人の兵士さんたちに鉄を素材にした強い武器を配ってください。武器を配って、3人ね、3人。オッケー。ってことで作りましょう。鉄を素材にした武器を3つ。てかとりあえずさ、あの指導用の装備。あー、でもこれまだ作れんのか。この辺も全部指導用ね。で、鉄の剣？鉄やね。これを3つ作ればいいってことだ。オッケー、オッケー。
はい、作りまして、さあこれを3人に装備させる。てか3人しか戦える人おらんの？そういうことじゃないよね。お、はい、鉄の剣、うん、はい、鉄の剣、はい、オッケー。あ、来た来た来た。アイラさん、武器を作って皆さんに配っていただけたのですね。強い武器をひらめいたらすぐに作って戦える方全員に装備させることをお勧めします。アイラさん、今回武器作りをお願いしたのは実はもう一つ理由があって、実はリックさんやアネッサさんの武器がいつの間にか弱い武器にすり替わっていたらしいんです。これはスパイだね。これはひょっとすると噂のスパイの仕業かもしれません。ああ、なんて恐ろしいんでしょう。待って、後ろでなんか考え込みよる。人を疑うのはいいですが、これから注意して様子を見るつもりです。アイラさんも気をつけてくださいね。なんかこういうことを言ってくる人がスパイなんじゃないかって思ってしまうよね。怖いわ。なになになに。お、アネッサ、アイナ、そろそろ城の壁で部屋を作り陣地を拡大したいと思うのだがどうだ。そろそろの間隔がなんか結構短くないかい。みんな今回は一気に広い範囲を陣地にしたいのだ。そのためにはたくさんの城の壁がいる。でもこれ以上辺りの城壁を壊してしまうとこれからの城の再建に影響が出そうだね。そこでだ、君には大理石を素材に城の壁を一から作ってもらいたい。船着き場に向かう岩場に行って城の壁の素材となる大理石を30個集めてきてくれ。大理石そんなにいっぱいあるんや。はい、地図に目的地が表示された。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか次から次へとね、どん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 部屋が作れていって楽しい。